ガルデモ、ガルデモじゃないか、あれエンジェルビーズだ。エンジェルビーツって、なんか、一回見たときはそうでもないんですけど、なんか見返すと良かったりしますよね。あれ多分、当時で、あの映像、あのバンドの映像を作るのって相当大変だと思うんですよ。今ってバンドリとかでも結構あのフル CG っていうか、CG に入るんですかね。あれ結構よく動くというか、なんか2019年になってからアニメがなんかすごい進化した印象ありますよね。あ、まあまあ、それはいいか。エンジェルビーツも、あれ、結構もう採算取れなくて、なんだっけ、ボーカルの子を消したんじゃないですか。採算取れないっていうか、もうなんか、結構ライブシーンになんかそこまで、なんだろう、構うっていうか、なんかもう、制作できる余裕がないからというか、なんだっけな、実際、ガルデモで赤い SG 買いましたけどね。まあ、でもやっぱ衝動買いで買ったもんって続かないっすよね。確か、誰かしらから、そのギブソンの赤い SG 買ったんですけど、まあ、やっぱり一時のブームで終わっちゃって、まあ、売っちゃいましたね。やっぱ衝動買いで買ってやつの、まあ人によるか、まあ衝動買いで、自分の場合衝動買いで買ったやつって大体続かないですね。だからエンジェルビーツってなんか確か当時すげえなんか叩かれてたような気がするんですけど、あれ多分2回目見たら結構良かったですけどね。自分もなんかそうでもないなって思ったんですけど、意外と良かった。たんすよ。なんか確か一回見直したことがあって、やっぱりあの作品ってクラナドが一番、あれそうですよね、制作が一緒のはずですけど、自分クラナドも好きなんですよ。であれ、なんていうか、一回名作を作っちゃうとその次の作品で比べられるじゃないですか。だからなんだろう、ああいう現象なんて言うんですかね。だから一回名作作っちゃったら次の作品が期待されて、それを超えないといけないし、超えなかったらやっぱ叩かれるしで。だからそういう意味では、一回なんだろう、いいものを作っちゃうと、ハードルが上がっちゃう現象ですよね、ああいう作品は。でもエンジェルビーツはおすすめですよ。まあ、バンドをやってなくても面白いと思います。ガルデモの曲、あ、そうか、ガルデモやってる時はうちもう高校生じゃないですけど、あの時結構曲練習しましたね。バンドスコアも確か買ったはずですけど、バンドマンがアニソンの曲作ってたりとか、まあ、関わってたりすること多くて、関わってるっていうか、今ってもう、なんだろう、例えばですけど、地下アイドルの曲をバンドマンが作ってるってパターンも結構あるんですよ。なんかこの外部委託じゃないけど、バンドマンがこう、頼まれてやるパターンから自分で売り込むパターンとか、まあいろいろあるとは思うんですけど、結構裏方で曲作ってる人がバンドマンだったりってするパターンが多いですね。だから今の地下アイドルってすげえ熱いんですよね。まあアイドルっていう枠の中にもメタル系の、まあ昔ながらのキャピキャピとしたのもいたりとか、いろんなジャンルがすごいいて、だからなんか今のアイドルの曲ってかっこいいんですよね。やっぱバンドマンが作ってるからと思うんですけど。だから結構地下アイドルって、まあ今でも YouTube とかでも見れますから、なんか結構見てみるといいっすよ。なんかすげえかっけえなこいつらみたいなやつもいますからね。そんなやつらって言っちゃいましたけど。意外となんか、ハマるか、まあ実際自分もライブ行ったりとかしたことないですけど、
曲だけで言うんだったら結構すごいのいますけどね。なんか昔秋葉の方になんか薬局とライブハウスが一緒になっているとこあったの知ってます？あれ結構、もともと昔工房があの辺、でもないけど、あの辺をよく通って見てたんですよ。店の中で、なぜか薬局の中にライブハウスがあるっていうところで、そこを普通になんか店入れば見れるんですよね。で、そのアイドルの子たち、すげえまたかっこいい曲やってて、なんか今の地下アイドルってすげえかっこいいんだなって、それなんかいろいろ周りに話してたら、あ、それ多分自分が作った曲かもしんないっすみたいな人がいて、あ、なんか、で、周りの人も聞くと、なんか自分もアイドルに曲提供してたりしててとかっていう人もいて、あ、なんか意外とバンドマン、あ、そういうことかって言って、バンドマンが作ってるからこう曲がかっこいいんだなとか。だなんかこの、意外とこう、あんまり表に出てこなかったりするけど、曲が結構良かったりしますね。こうネットとかで自分で作った曲あげられるじゃないですか、YouTube とかで。ただなんか初音ミクとかもそうですけど、自分で作った音源とかがいきなり何かしら当たってブレイクすることも今の時代珍しくないですから、なんかこう曲が作れる人ってバンバン作品を世に出してった方がいいと思いますよ。意外とそれきっかけでなんか音楽の仕事を任せられるようになったりとかしますから、もう世の中何が起こるか分かんないから、もう何でもいいからやってみた方がいいですよね。だって元手がタダですからね、 YouTube に投稿するだけだったら。無料でできて、もしかしたらチャンスが生まれるかもしれないって思ったら、結構おいしい話じゃないかなって思いますけどね。大体ってこう元手というか、お金かけてやってみて失敗したらやっぱこの損害が出るわけで、これに関しては無料ですから、じゃあやった方が得というか、損はしないからいいんじゃないかなって思いますけどね。なんかこのバンドやってた話にまた戻るんですけど、やっぱり苦労してでも曲作ったりとかしてればよかったなって思いますね。自分ってバンドの中の役割だと、何だろう、何もしてないかもしれないです。 何もしてないわけじゃないけど、何だろうな、これといってなんかバンドの中になんか役立つような、バンドの中での仕事みたいなのはしてなかった気がしますね。 なんかそういうのもなんかやっぱり思うのが、バンドの、自分はこう業界にいますけど、なんかバンドで対してなんか役割と、必要、言い方良くないですけど、いなくてもいいようなメンバーってやっぱ解散した後って残ってない気がしますよね。やっぱりこのバンドをやってた時に曲作ったりとか、そういうスキルをやってたから、後ほどこうプロデューサーになってたりとか、他のバンドでも曲作って、その音源をこう作ってなんか提供してお金稼いだりとか、そういう仕事に就いたりとかしてたりしますし、やっぱバンドをこう動かしてるからこそ、なんかマネジメントみたいなことして、やっぱりなんか今度自分がこうアーティストを抱えて動かしてったりとかする、プロデューサーみたいになってたりとか、やっぱそういうふうになんか自分がバンドを通じてやってたことが後の仕事で生かされたりしますから、やっぱりそういう何も、あの時何もしなかったっていうのが逆にもったいなかったなってすごいなんか痛感してますね。せっかくそうやって学べる機会を無駄にしてたというか、苦労してでもなんかそういうのを俺にもやらせてくれみたいになんか言ってやるべきだったかなって今は思うと思いますね。だからバンドって結局会社経営と一緒ですからね。バンドっていうこの会社を作って、それを売り出すために動かすっていう。多分バンドで
成功できる人って会社とかでも成功できる人じゃないですかね。やっぱりもう経営センスみたいなところがバンドってあるでしょうから。でやっぱりなんか思うのが、売れる人ってモテますよね。だからなんかやっぱほんと痛感するなって思うのが、なんだろう、このまあ言葉は良くないですけど、いい意味ですよ、いい意味でやっぱぶっ飛んでんすよね、みんな。もう頭おかしいぐらいに。あ、やっぱ それすごい大事で、いい意味ですごい失敗をもう恐れてないんですよ。もうこの人たちって音楽とったらどうやって生きるんだろうなってぐらい、もう、まあ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 、いい言い方が思いつかないですけど、すごいもうろくでなしなんですよ。ただやっぱり、だからこそ音楽にもう、音楽しか見てないですから、だからなんかそういう人たちを見てると、ああ、やっぱ自分には向いてねえなって思ったんですよ。こういう、なんか現実離れした考え方とか生き方は自分にはできないなって思って、やっぱりそうして売れてる人たちを見てたから、なんかこうやって足を洗うことができたというか、あ、実際自分バンドしながらこうやって工房を持ちたいって夢を並行してやってたので、バンドでプロなるか、こうやって工房を持ってお店に集中するかっていう、やっぱそういうタイミングって来たんですよ。でもやっぱそういう人たちと関わってたから、あ、自分にはやっぱこういう音楽でスターになるっていうの人には向いてないって分かって、でじゃあ自分のできる道は何だってことで、この工房を持ってやるっていうことに決めて、で潔く足を洗ってこれに集中するって、でもバンドは引退しましたね。まあ、結果としてはそれも良かったっすね。やっぱりなんか中途半端にどっちもやるみたいにして続けてたら、多分どっちも身にならなかったでしょうね。だやっぱりなんか自分も後輩というか、まあ普通に先輩もいますし、このバンドマンのお客様も多いですけど、なんかどうやったら売れるんですかっていう聞かれることもあるんですよ。むしろこっちが聞きたいですけどね。でもなんか今って先輩付き合いする場、先輩とかと飲み会行って話聞くとかっていう人減りましたよね。あ、これ多分自分の印象だけかもしれないです、偏見かもしれないですけど、あんまりなんか先輩にくっついてなんか話聞き出そうとかっていう人があんまいない気がするんですよね。まあ自分らの時はあんまりいなかったですけど、自分より上の世代、なんだろうな、自分の上なんて言えばいいんだろう、その世代によると思うんですけど、自分らはそうでもないですけど、自分らの先輩、一つか二つ上ぐらいの時の先輩ってめちゃめちゃ怖かったらしくて、やっぱりなんかその空気はなんか残ってる感じがしますよね。なんかもうバンドってなんか昔相当体育会系だったみたいじゃないですか。だからやっぱりそういう流れがなんか残っちゃってるから先輩が怖いのかなって気がしますけど、自分らの時はそんな人いなかったですけどね。では恵まれてたのか。でもやっぱり一番いいのって売れてる人から話聞くことじゃないです か。 だから結構自分聞きまくりましたけどね、どうやったらいいんだとか。あとなんか今はあんまないですけど、昔ってだいたい誰かしらのローディーついてる子って普通だったんですよ。だいたい売れてるバンドの誰かにローディーでついてて、それで学んで、でバンド自分でバンド始めて売れてるっていう。だからだいたい昔のバンドってなんかどっかでローディーやってたって人多いっすよね、売れてるバンドの。やっぱりそれが一番この基準というか、やっぱ売れてる人と近くにいれば売れるノウハウみたいなので多分わかるはずですから、そういうのもなんか、なんだろう、もうお金、ローディーってお金もらえないじゃんみたいなこと言ってたら、もう多分もう無理でしょうね。むしろお金払っ
ってでも見たい、見れる、見た方がいいぐらいのなんか得られるものは多い気がしますけどね。やっぱさっきの話もそうですけど、こういう人たちを間近で見ると自分が向いてるか向いてないかの確認にもなりますよね。やっぱりなんかこのカリスマって多分普通の人じゃダメなんですよ。普通の人って多分一番ダメですあのいやその誤解しないでくださいね。それはあのカリスそういう芸能界での話ですよ。だって普通ってことは対等じゃないですか。対等なんだろう、こうカリスマっていうか、まあああいうアーティストって自分と違うっていうなんかとこを見せないといけないと思うんですよ。やっぱ自分と同じような人間だったらそんな好きにならないんじゃないかなって思うんですけど、やっぱ少なからず雲の上の存在みたいなのを見せないといけないわけじゃないですか。だからそういうなんだろう、じゃあ普通じゃダメだよねって思いますけどね。なんかこういういろんなバンドの人間と接して見てきましたけど、あの日常生活って絶対ステージで見えますよね。まあこれさすがに誰とは言えない。